武田信玄が坊主になった意外な理由とは？あのライバルが関係していた？甲斐の虎武田信玄。そんな信玄のイメージといえば、頬ひげと口ひげを蓄えた坊主姿です。これは武田信玄が永禄2年1559年に出家してからのイメージなのですが、ところで信玄はどうして坊主になったのでしょうか。理由は一つではありませんが、その中には上杉謙信への対抗心もあったようです。戦国大名はどうして権威を欲しがったの？戦国時代は下克上の社会、卑しい身分でも実力次第でどこまでも上を目指せる。一昔前まで戦国時代はこのように定義されていましたが、実際は多くの戦国大名が朝廷の官位や幕府の役職を欲しがり、京の苦行から姫をこし入れさせてもらうなど、旧時代の権威を積極的に利用する方針でした。戦国大名はローカルな存在であり、領国内では万能権力者でしたが、領国を一歩出てしまえばそこには土着の黒人や地侍の勢力があり、そのような勢力を味方につけるには自分がいかに朝廷や幕府から重んじられているか PR するのが手っ取り早かったのです。今風に言えばローカルタレントよりも全国区のテレビに出ているタレントの方が知名度も高く売れているように見えるみたいな感じかもしれません。特に近隣に強力な戦国大名がいて、周辺の中立勢力を味方に取り込む時にはいかに相手を超越する地位を持っているかが重要でした。謙信の関東管領就任に嫉妬し坊主になる信玄。さて、武田信玄終生のライバルといえば上杉謙信です。上杉謙信の出身母体である長尾氏は代々管領職の上杉氏に仕えている守護代であり、鎌倉時代から下位守護職だった武田信玄とは大きな身分の開きがありました。しかし信玄が優勢であったのもつかの間、謙信は領国内の港から関税収入をもとに室町幕府に献金を繰り返し、地位はみるみる上昇していきます。こうして信玄が大膳大夫、信濃の神、樹脂院の下であった頃、上杉謙信は壇上消費室、樹脂院下となり同格に並び、さらに謙信が関東管領職に就任したことで網代こしや朱笠の使用を認められて信玄の価格を追い越してしまいました。悔しい信玄はすぐに朝廷に献金し、大僧正の極冠を手に入れ、出家して入道となり、関東管領より格上になり復讐を果たします。それでも収まらない信玄は上杉謙信の関東管領職を認めたくないばかりに、書状では上杉の名を使わず一貫して長尾照虎と書き続けていました。まるで子供の喧嘩ですが、北信濃領有をめぐり謙信と熾烈な綱引きをしてきた信玄は、関東管領就任で謙信の状況が有利になり、日和見している周辺の黒人が、だっせー武田のハゲ坊主、官位で上杉に抜かれてやんの、これからは上杉に味方した方が得だな、このように雪崩を打って上杉に加担する可能性を恐れていたのです。もちろん信玄ほどの人物が謙信への嫉妬心だけで仏門に入るはずもなく、当時甲斐国内で起きていた飢饉に対し疑似隠居して謝罪することで領民の不満を鎮める効果を狙ったり、全国の自社勢力に対し強い発言力を得る効果もありました。残念、死後謙信に抜かれる信玄。しかし急場しのぎで大僧正になったことが信玄の死後にネックになります。信玄の死から100年以上後、徳川綱吉の側用人として権勢を振るった柳沢義康は甲斐源氏の子孫を自称し、同族の信玄を尊敬していたため、京都諸子大を通じて朝廷に対し信玄に増位するように働きかけました。信玄は存命中に樹脂家でしたから、これが樹三民になれば晴れて苦行であり、謙信に大きく差をつけることになります。ところが朝廷は信玄が出家し属性と縁を切っていることを理由に前例がないとして増位を拒否したのです。信玄が予想しようもない痛恨のミスでした。日本が明治維新を迎えると明治政府は過去の名称に増位して検証する事業を開始。明治41年1909年上杉謙信に対し従二位、義理の息子である上杉景勝に小三味を与えますが、信玄には遅れて大正4年1915年樹三味が増位されたのみでした。なんと信玄はライバルの謙信はおろか、息子の景勝にも官位で負けてしまったのです。神様としても謙信に遅れを取る信玄。
明治に入ると謙信と信玄は神格化されていきますが、ここでも信玄は遅れを取ります。明治35年1902年に創建された米沢の上杉神社が最高ランクの別格官兵社とされたのに対し、大正8年1919年創建の武田神社は格下の謙社扱いでした。信玄は神様としても謙信に敗北してしまったのです。生前は実力伯仲した両者が死後大きく差がついた背景には、武田氏が勝頼の時代に滅亡したのに対し、上杉氏は戦国を生き延び、では米沢15万石の領主として江戸時代を生き抜き、現在まで継続していることが挙げられます。滅亡した武田家と伯爵家として残った上杉家では、先祖に対する謙遜の勢いも違うわけで、それがそのまま信玄と謙信、死後の官位差になってしまいました。日本史ライター川嘘の独り言。まるで子供の喧嘩のように見える信玄と謙信の官位争い。しかしそこには官位を相手より上にして周辺勢力を味方につけ、ライバルを蹴落としたいという熾烈な生存競争戦略がありました。謙信の関東管領就任に焦り、なんとか機転を利かせて大僧正になり、面目を保った信玄ですが、まさかそのせいで攘夷が不意になるとは想像だにしなかったでしょうね。